談と書かれて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、朗読やりちゃです。令和6年6月30日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、2024X リーグ交流戦、クラブベアーズ対大阪府警シールズの一戦がまもなく行われます。試合開始14時40分キックオフ予定となっております。現在その試合に先立ちまして両チームウォームアップを終え、試合開始の時を迎えようとしております。両チームのご紹介をさせていただこうと思います。まず本日は手前側に陣取っております、ホワイトのユニフォームでこの試合はホームスタンド側に陣取っておりますのがクラブベアーズです。創部は1989年、マイカルを資本としましたマイカルベアーズとして立ち上がりました。このチーム立ち上がった時からマイカルの強力なスポンサードを受けまして、一気に関西三強の一角に入りました。当時は松下電工を受けてパナソニック、そして、エレコム、当時はサンスターのファイニーズ、この3チームと優勝争いを争い演じ続けていた強豪として名を馳せたチームでもあります。しかしそのマイカルが撤退、また、マイカル自体がなくなってしまいましたこと、そしてその後一時ノンスポンサードとなりましてクラブチームとなりました。この間に、チームは徐々に衰退をする形になりまして、現在は X3 に甘んじておりますが、しかし、その中でも現在はスポンサーとして株式会社ニタカ、ダブル企業ネクスト様など数多くの企業様の支店を受けまして、再び森川さんと現在も活動を続けているチームです。クラブシ、ベアーズ本日のメインチームとして、メインスタンド側に、陣取っております。このように形で、バックスタンド側に構えておりますのが、本日はアウェイですがチームカラーとなりますブルーをまとっております大阪府警シールズです。失礼しました。チーム、紹介の方を切り替えさせていただきます。こちらはその名の通り大阪府警が認定しておりますクラブチームです。大阪府警内にありますクラブチームとして活動しております。シールズというニックネームは市民の守る盾として、大阪府警にふさわしいチームのニックネームとして、その名前をとどろかせております。フェアプレーをもっと落とし正々と戦うことを心がけているということです。2009年に参加しておりますが、その間におきましてコロナ、からの対応及び、いわゆる、伊勢志摩サミットといった大きな、国際的な、イベント等がある際の警備等があった際に活動がなかなかままならず、その活動を休止している時期が多数挟んでいるのが難点ではあります。昨年度もその状況下にありまして、残念ながら不参加という形を取りました。しかし、そのチーム力は非常に、個々の選手レベル高く、常に、その XE の戦線を見渡しているチームでもあります。1年間の余白を空けまして今シーズンは、参戦する形になりました。 XE によってどのような形で今シーズンその名を届かせていくか注目すべき大阪府警シリーズのご紹介をさせていただきました。この両雄による一戦が間もなく行われる形になります。両チームともこの春のジュニアトーナメントを参加させておりました。共にしかし前線むなしく、敗退という形になりましたが、秋を見据えまして共にその実戦経験を重ねる形で交流戦を組んだ格好になっております。その貴重な機会を果たして生かす形になるのがどちらとなるか注目したいところでもあります。
なおクラブベアーズは一昨年まで、いわゆるそのマイケルベアーズであった当時のユニフォームを着用しておりました。これはマイケルベアーズの当時を懐かしむ方々が多く自分たちのチームの中におりましたものもありまして、そのマイケルベアーズの当時のユニフォームを、そのまま着用する形において皆さんに対して、そのチームのイメージを作らんというところでしたが、昨シーズンと思い切りましてそのユニフォームを改め、緑を基調としました非常にシックなユニフォームに変わっております。この点におきましても、クラブでは自身が新たな一歩を踏み出さんという意気込みを感じるそのような光景でもあります。最後を飾る格好で行われる交流戦の一つが今から行われようとしております。審判団がまもなくフィールドの中に入りますと試合開始の時を告げる形になります。令和6年6月30日、場所は大阪 MK タクシーフィールドにて 2024X リーグ交流戦クラブベアーズ対大阪府警シリーズの一戦がまもなく行われます。試合開始14時40分キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手前側に陣取りますのが、ホームスタンド側に陣取っておりますクラブベアーズ、ホワイトをまとっております。奥側に陣取りますのがチームカラーのネイビーをまとっている大阪府警シールズです。早速チャットへのメッセージありがとうございます。 YK 様、田村選手がいないということですね。大阪府警側の選手でしょうか。13番をまとっておりますが、13番の選手はフィールド奥右から2つ目のところに2人目のところにおられますので、おそらくその選手でしょうか。あるいは他に田村様というのがいらっしゃいましたら、ご存知であればその番号と分かりましたら幸いです。大阪府警キックオフ、クラブベアーズリターンで試合が始まります。勝ったね、久しぶりに勝ったぞ。この試合は1クォーター10分の正式ゲージで行われます。
チーム檄を飛ばしましてコンフィードに入り、これより試合開始となります。まず試合は大阪府警のキックオフで開始する形になります。大阪府警のキックオフを務めますのは4番の角が務めます。チームキャプテンでもあります。対しましてクラブベアーズはリターナーに12番と1番が入りました。1番は杉田、12番は小田です。さあ、クラブベアーズリターンに入った。さあ、右空いてる。さあ、どこに行くか。ナイスリターン。まずこのキックオフのリターン、クラブベアーズ見事にターンをいたしました。12番右のサイドライン際を走り上がり、ブロッカーに連れまして大きく返しまして、相手陣入ったところからの攻撃という形になりますが、ここでイエローフラッグが投じられております。審判団から黄色いウエストが落とされますと、イエローフラッグ反則発生を意味します。果たしてどちらのチームに反則があったでしょうか。審判団からまもなく反則の内容がコールされます。行ったという反則です。この範囲は非常に危険な行為となりますので、先ほどのプレーが終了した地点からさらに10ヤードのバッタリを受けます。従いまして、クラブベアーズは相手陣19ヤードという非常に、相手陣に深く入ったところから攻撃に入る形になりました。クラブベアーズ非常にいい位置からの攻撃となります。さあ、ここからアメリカンフットボールは4回の攻撃で10ヤード前進し、攻撃権更新するか。相手陣地奥深くにある得点やエンドゾーンを目指します。さあ、クラブベアーズ相手陣19ヤードからのファーストダウン、1回目の攻撃に入ります。さあ、まずクォーターバック自らが中央へのランプレーを敢行しました。おそらくパスを投じようとしましたが、ディフェンスのカバーはよく、自らの足で状況打開を図ったというところです。しかゲインは約1ヤードほどとなっています。倒れたところまでが攻撃1回の獲得距離となります。従いましてベアーズ次はセカンドダウン、2回目の攻撃で残り距離9ヤードの状況に入ります。クラブベアーズセカンドダウン9、ボールオン相手陣18ヤード。パス成功、パスだ。ここでクォーターバック、オフェンスが開始点より後方よりで一度だけできるマウパスをワイドレシーバー12番に投じました。12番中央切れ込んで、これを見事にキャッチ、攻撃権更新です。トータルが最初の位置より10ヤード以上獲得となりますと、攻撃はリセットし1回目となります。従いましてクラブベアーズファーストダウンに戻り、しかもボールオンは相手陣6ヤード、ファーストダウン2ゴール、残り6ヤードの攻防に変わります。さあ、ここで中央へのランプレー、タッチダウン。この状況でクラブベアーズは中央へのランプレーを敢行しました。ナニバック、ソソのボールを中央持ち込みまして、そのままエンドゾーンに並べ込んでタッチダウン。エンドゾーンに届きますとタッチダウンとなり、そのチームに6点が入ります。従いましてクラブベアーズ6点獲得となりました。そしてタッチダウンの後のワンプレードライフ4ポイントに入ります。このプレーでキック決まりますと1点追加となります。ボールをエンドゾーンに持ち込めた2点入ります。ここはキックで狙います。
キック決まりまして1点追加、クラブベアーズ7点、大阪府警シールズ0点。まずクラブベアーズがタッチダウンで先制上げる形に成功となりました。まず最初のキックオフリターンで12番の小田が素晴らしいリターンを見せ、さらにそこに同点した大阪府警が反則を犯したことで広がったそのチャンス、これを結果的に見事に着実に攻撃決めまして、タッチダウンを上げ、現在クラブベアーズが先制する形となっております。さあそのクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。クラブベアーズキックオフキッカーは87番ユキタが務めます。大阪府警はリターナーに22番、そして、失礼しました、現在ボールのトラブルが発生しております。さあリターナーは、22番、そしてもう一人、ちょっと確認難しいですが13番でしょうか、現在配置している模様です。さあクラブベアーズのキックオフ、さあ大阪府警リターンに入る、しかし体勢整わず、クラブベアーズが抑えまして、結果的に大阪府警は自陣14ヤードからの攻撃となります。しかしこの位置から大阪府警攻撃に入ります。さあ先ほどは、クラブベアーズが着実に最初のシリーズ得点に結びつけました。大阪府警はこの位置から反撃に入ります。大阪府警陣14ヤードから大阪府警シールズファーストダウン10。さあまずランプレーから入りました。ランニングバックにハンドオフをしまして託されました。ランニングバック22番、右オフタックル付近をつきまして約2ヤードから1ヤードのゲインとなっています。まず最初のプレー託されましたのはランニングバック22番の平井でした。大阪府警セカンドダウン8。今度は左に展開していたワイドレシーバー13番に1パス、真横に近い前パスを投じ、そこからキャッチアンドランを図りました。ディフェンスは詰まりましたがゲインは約1ヤードから2ヤード確保しています。パスターゲットとなりましたのは13番の吉岡でした。大阪系サーダウン7。さあこの距離ランプレーで突破を図ります。ランニング枠22番ハンドオフを受けまして右オフタックル付近突破を図りましたが、しかし攻撃権更新至っておりません。フォースダウンに変わります。大阪系シリーズフォースダウン2。さあ最後の攻撃権で果たしてどのような選択を下すでしょうか。フォーメーションを変えます。パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしそのキックにより攻撃権は放棄となります。さあこのキックでどこまで陣地を返せるでしょうか。これを確保しリターン試みましたが大阪府警抑えましてクラブベアーズ陣40ヤード付近で攻守交代となります。攻撃権はここで変わりましてクラブベアーズに変わります。大阪府警やはり厳しい位置からの攻撃でしたので結果的にはパントで放棄する形になりました。しかし相手陣に入ったところまでボールを押し返しかった形にはなっております。
さあクラブベアーズ今度は自陣41ヤードからの攻撃に入ります。クラブベアーズファーストダウンテン。パス成功、ファースター。クォーターバック6番、中央切れ込んだワイドレシーバー12番にパスを通しまして攻撃権更新。クラブベアーズファースター。まず最初のパスプレーを決めましたクォーターバック6番は杉谷、そして取りましたのはワイドレシーバー12番の小田でした。杉谷は私と同世代というより全く同じ年齢でありますが、全くそれを感じさせない素晴らしいプレーを現在も披露しております。Xリーグの、まさにレジェンドというべき杉谷のランプレー、失礼しました。今度はランプレーを投入しましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型でプレーを展開しました。オフェンスにはさまざまなポジションの制約があります。後列バックスは4人以下、あるいは最前列のラインマンは最低パスを取れない選手が5人いなければいけないなど、さまざまな制約がありますが、このいずれかを守れず5ヤードバッタイとなります。従いましてクラブベアーズファーストダウン15で試合再開です。さあ獲得距離の条件変わりましたが、クラブベアーズその最初のプレー、どのようなプレーにするでしょうか。ファースター。クォーターバック6番、右に展開しておりましたワイドレシーバー29番にパス、大きく前進していますが失礼しました、攻撃権更新には至っておりません。セカンドダウンとなります。しかし見事なキャッチでした。このパスを取りましたのは、クラブベアーズ29番のプレイヤーでした。ナイスキャッチでした。29番、本日は藤本が着用しております。ここでウォーターブレイクとなります。アメリカンフットボールはその日の天候及び気象条件を鑑みまして、審判団がクォーターの半分でレフェリータイムアウトを入れます。本日この2試合目に入りまして気温上昇し、さらに湿度が上がってまいりました。これによる熱中症を警戒して審判団ここでウォーターブレイクを入れた模様です。ウォーターブレイク解けまして試合再開となります。クラブベアーズ相手陣36ヤードからセカンドダウン現在時計のトラブル発生しております。時計の調整終わりますのでしばらくお待ちください。試合再開です。クラブベアーズセカンドダウン2、パス成功、バランスしています。さらに行く、ナイスゲーファースター。クォーターバック6番、右に展開していた1番にパス、1番そこから中へ切れ込んで一気に攻撃権更新としました。グラッベアースファースター。
見事攻撃権更新果たしましたのはクラッベアーズ1番の杉田でした。クラッベアーズ相手陣15ヤードに迫りましてのファーストダウンテ、今度はランプレートスをしまして左オープンをつけました。ラニバック15番、このランによりまして約3ヤードのゲインを果たしております。キャリアとなりました15番は吉本です。クラブベアーズセカンドダウン7、ピッチしまして右オープン展開させまして約4ヤードから5ヤードのゲインとしています。ここは15番の吉本のスピードを生かした戦法を展開しているようです。クラブベアーズサードオンスリー、さあ左方向へのアンプレー、ここは12番にトスしまして左オープンをランで突破図らせましたが、しかしこれは大阪府警対応しました。結果フォースダウンに変わります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。さあプレー再開となります。クラブベアーズフォースダウン3、プレーを敢行します。3ヤード突破しないと攻撃を失うフォースダウンギャンブルに入ります。パス不成功、この状況パスによって突破を図りましたが、しかしレシーバーとタイミングが合わず結果的にパス不成功、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代となります。攻撃権変わりまして大阪府警に攻撃権移ります。クラブベアーズここはフィールドゴールという選択肢もありましたが、しかしあえてタッチダウンにこだわりフォースダウンギャンブルを敢行しましたが、これが失敗という形になりまして結果攻守交代になります。なんとかしのぎまして攻撃を取り返した大阪府警、ボールオン自陣7ヤードからの攻撃に入ります。大阪府警シリーズファーストダウン10、さあまずランプレーを投入しました。中央へのランプレーを途中させまして、中央突破を図りまして約1ヤードから2ヤードのゲインとしています。大阪府警シールズセカンドダウン9、今度はクォーターバック自ら中央へのランプレーを展開しました。クォーターバック4番オプションを起点としましたキーププレーによりまして約5ヤードほどゲインとしています。前進図りましたがクォーターバック4番の角でした。
大阪府警サーダンファイブ。どうでしょう。ここでイエローフラッグ反則が発生しております。さあ果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。この反則をクラブやず止まらなかったため、プレーは正当なプレーとして終わりました。そしてそのプレーはパスをクラブやずがインターセプト、ダッシュしまして攻守交代となります。ターンオーバーによりクラブやずの攻撃に変わります。さあ攻撃取り返したクラブやず、相手陣26ヤードからファーストダウンテイ。ここでクォーターバックロトンは左に展開したワイドシーは14番にパスを投じましたが、しかしコントロール定まらずパス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウン10。ファースター、クォーターバック6番、今度は右に展開していた14番にパス。14番これをキャッチしタックルを弾き飛ばして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター、見事タフなキャッチを決めましたのはクラブベアーズ14番の佐藤でした。クラブベアーズ相手陣12ヤードから13ヤードからファーストダウンテイ。さあ今度はカウンターで左オープンのランを展開しようとしました。キャリア28番の総力にたくさんというところでしたが、これは大阪府警見事対応しノーゲインとしています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、クラブベアーズ7点、大阪府警シールズ0点。攻守双方方向を入れ替えまして第2クォーターに移ります。